どうもこんにちは、しまです。今回はブログネタ探しシーズン3の11個目の動画をやっていきます。で、今回はヤフーで見ていきます。結構ここ最近のブログネタ探しシリーズってライブドア使ってたんですよ。ライブドア使っていたので、ちょっと今回はヤフーかなという感じです。で、ネタ探しで検索をされるのっていうのは検索をする動機があるからですね。で、この動機に関しては前別の動画で話をしているので、まだご覧になってない方はこの動画の次にご視聴いただければと思います。で、これ多くの人の悩みだと思うんですけど、記事を書くときに1位情報と同じ内容で記事を書いてもダメなんですよね。なので今回もニュースを見ながらあれこれ喋っていきます。で、今日はたくさんのニュースをわーっと見ていくっていうよりも、いくつかのニュースに関して少しだけ掘っていって喋るようなスタイルにしようかなと思ってます。で、このネタ探しシリーズ、シーズン1からシーズン3あるんですけど、もう基本的にはこのチャンネルの動画っていうのは全て時が経って見返しても役に立つように作ってます。なので、このネタをやりましょうとか、そういう話ではなく、なぜそういうふうに考えていたのか、なぜそれをやるべきなのか、そういう目線で考えて学んでいただければと思います。で、このチャンネルに関しては、ブログ関連の動画をよく出してます。基本的にはトレンドブログ中心なんですけれども、トレンドブログ以外のスキルだったり、本質だったりっていうところを様々な角度で紹介してますので、ぜひチャンネル登録をいただければと思います。ということで、Yahoo ニュースにやってまいりました。でも今日は主要からまたいつも通り見ていこうかなと思うんですけど、基本的にこの動画ではあんまりネガティブ系やんないので、まあ、こういう逮捕系ですよね。逮捕系をどうするかっていうのはもう完全個々の判断です。ちなみに、このお二人のニュースに関しては結構前から騒がれてたじゃないですか。なのでこれも小ネタの一個ではあるんですけど、多分今から勝負をしてもなかなか勝ちづらいんですよ。よくブログのネタ探しで多いのが、書こうかなと思っていたんだけれども、結局スルーをしてしまったと。で、そこから1週間、2週間、1ヶ月っていうのに経って、またそのネタがヤフーとかでこうバズってはいたんだけど、そこから勝負をして結果的に1ヶ月前のライバルに全然勝てないと。特にドメインパワーが育ってないとそういうことが多いんですよ。なので別にこれやりましょうではないんですけど、もしこういうようなちょっと出遅れたタイミングで勝負をする場合には、ネタを探す観点として大事なことっていうのは、産後キーワードとかで1位2位を取りに行くと。新しいニュースだったら、その新しいニュース特有のキーワードってあると思うんですよね。なのでそれを探すんですよ。で、その探し方っていうのは、初心者の段階であればヤフー虫眼鏡の2語3語っていうのをどんどん探していくのがいいです。何回も探していくとだんだんイメージできるようになるんですよ。あ、このニュースだったらこんなキーワード検索されるかなとか、そこら辺を押さえていったらどんどん連想して先取りをするっていうポジションがいいです。で、このコロナウイルス関連なんですけど、これに関しては引き続きやらない方がいいです。それはコロナネタに関して書いていたブログっていうのは、この1ヶ月ちょっと前ですね、ゴールデンウィーク明けの Google のアップデートで一気に下がったんですよ。基本的にトレンドブログでは上位表示をしづらかったんですけど、それでも上位表示してる人がいたんですよね。けどやっぱりコロナ系はアップデートが下がったので、やらない方がいいです。あとは1位情報に近いんですけど、これをやっちゃうとなかなか勝ちづらいよっていうものとしては、こういったニュースですよね。要するにこれって、まあ梅雨にも関連する記事なんですけど、雨足強まるっていうニュースを見て、例えば今のタイミングで2020年中国地方梅雨明けはいつとか、ついついそういうような記事を書きたくなると思うんですよ。で、中国地方があるんだったら、例えば関西どうだろうとか、関東はどうだろうとか、東北どうだろうとか、そういうふうに考えがちなんですけど、それでライバルチェックをして、果たして本当に自分のブログが今の1位、2位、3位よりも上位の価値があるかと。要するにこういう時に梅雨関係のキーワードで攻めがちだと思うんですよね。で、昔は初心者は梅雨とかそういうのも攻めましょうみたいな情報がよくあったんですけど、今それやっても勝てないです。もう基本的には気象庁とか、もしくは本当にもう天気だけに特化しているようなブログだったり、そういうところが出てくるので、最新情報って基本的には更新できないんですよね。気象庁とかそういう天気系のメディアであれば常に新しい情報が更新されるんですけど、普通の個人系のブログで梅雨明けいつってやっても若干情報が古いわけですよ。それこそ梅雨明けの瞬間だったり、梅雨明けの前日だったり、そういうタイミングでまた記事更新できるかって言ったら多分できないので、そういう勝てないところに攻めてしまうとなかなかしんどいです。で、今ヤフーニュースではこの河合案里議員がすごいバズってるんですけど、やっぱりそういうニュースに隠れてなぜか同じようなタイミングで同じようなニュースが出るんですよね。まあ、僕ちょっとこの人がどんな人か分かんないんですけど、もし有名な人物なのであれば、その後任がどうなるんだろうとか、結構周辺のキーワードっていっぱいあるので、そういうところをやってみてもいいかなと。もちろん妄想であれこれ書いちゃダメですよ。事実をしっかりとまとめると。世の中に散らばってるんだけれども、今ググっても全然検索結果に出ないと。そういう情報をちゃんと自分なりに集めて噛み砕いて理解をして、その上で記事にすると。そうすると付加価値の高い上位表示になりやすい記事が生まれるので、そういう目線でやってみるといいです。で、次がこのスズキですよね。115万台リコールってあるんですけど、この場合すごい注意しなきゃいけないのは、リコールの対象ってどれとかっていう記事を書いて、もし間違えていた場合ですよね。もしその書き手が間違えていた場合に責任取れないじゃないですか。だからめちゃくちゃ注意しなきゃいけないっていうところと、リコールの対象どれみたいな感じでやっても、おそらくスズキの公式サイトが出ると思うんですよ。なのでそういう時は、例えばリコールの対象をしっかりと自分の中で理解をした上で、紛らわしい場合ってあるじゃないですか。
リコールの対象を調べたいんだけれども、めちゃくちゃなんか分かりづらいと。このスズキのホームページが、これ仮ですよ、仮にスズキのホームページが分かりづらい場合に、おそらく自分の車がリコール対象かっていうのが分からなくて悩む人がいるだろうと。もしそういう仮説を立てられるのであれば、リコールの対象がどれか、スズキのリコール対象の車はどれか、分かりやすく判別する方法とか、そういう感じでリコールの対象を見分ける方法とかですよね。そういうような内容でタイトルはしっかりキーワードを入れながら書くと。そうすると検索ユーザーの役にも立ちますし、もしスズキのホームページが分かりづらかったら、そのサポートみたいな形で役に立てるとは思うので、目線とか角度を変えて中身を提供するとユーザーにとってはすごく役に立つ記事になります。で、次国内ですね。まあ国内は今の河合夫妻がもうトップ3を占めていて、その下もさっきの議員ですね。まあこれはもうさっきと被っちゃってるんで一旦スルーです。で、今見てるのは経済です。例えばこれですよね、ストロング缶、これ終わっちゃうっていうニュースなんですけど、このストロング缶をやめた理由っていう記事を見ると、ついついオリオンビールストロング缶やめた理由はなぜとか、ストロング缶の影響とか、ストロング缶の代わりとか、新商品とか、そういうキーワードで記事を作りたくなってしまうかもしれないんですけど、個人的にはブログネタとしてはこのニュースはあんまり良くないかなとは思ってます。なんでかっていうと、ストロング缶をやめた理由っていうのは結構明確に書いてあるんですよね。あとはオリオンビールの中で一番売れていたアルコール度数っていうのは 4% みたいな風にも書いてあるんですよ。なので割とやめた理由っていう観点ではこの記事で完結をしているっていうところと、あともう一個が、ストロング系って割と種類多いじゃないですか。氷結とかレモン堂とか結構いろんなストロングがあるんですけど、オリオンビールのストロング缶ってそんなめちゃくちゃ有名かって言ったら、個人的にはですけどそんなイメージはないんですよね。だからもしストロング缶をやめた理由っていう風に検索されるという風に予想する上で考えなきゃいけないこととしては、そもそもオリオンビールがストロング缶の販売を急にやめたとして、どれくらいの人が検索をするかと。要するに普通にコンビニ行ってオリオンビールのストロング缶がなかったと。で、そこで、オリオンビールのストロング缶がないのと、なんでやめたのっていう風に検索をするかという風に、実際にユーザーの生活のイメージをすると、あんまり検索する感じではないですよね。ストロング缶がないんだったら別に違うの買うじゃないですか。あと今後このニュースが1週間後とか1ヶ月後に同じようなオリオンビールがストロング缶をやめたみたいなニュースにまたなるかって言ったら、多分ならないと思うんですよ。おそらく今日この記事でちょっと、あ、そうなんだと思われて多分終わっちゃうと思うんですよね。なんでかっていうと、長期的にニュースになるような話題ではないのと、他にもストロング缶でいっぱいあるので、特に国民にとって大きな影響はないわけですよ。もちろんブログを作ったばっかりで、その1日の PV が 10PV とかそれくらいしかないですっていう場合には、もう徹底的に4号とか5号で攻めてみてもいいんですけど、あんまりそれをやるくらいだったら、もう少し息の長い、検索期間の長いキーワードで記事を変えた方がいいです。要するにこの記事で完結をしてるんですよ。だからついつい辞めましたっていうニュースを見ると、辞めた理由はなぜとかどうしてとか、そういう風に書きたくはなるんですけど、ちゃんとこの1位情報のニュースの内容を理解をした上で、その上でわざわざ検索をされるかなと。このニュースを見た人がわざわざ新しくブラウザを開いて、オリオンビールストロング缶辞めた理由なぜとか、もしくはオリオンビールストロング缶再販いつとか、そういう風に検索をするかって言ったら、おそらくされないわけですよね。で、仮にされるとしてもちょっとなおと、検索期間がやっぱり短いので、なかなかしんどいと。なのでニュースを見たときに、この記事をもとに検索をされるキーワードって何かなと。あとは、そのキーワードをもとに、どれくらいの期間検索をされるかなと。なんで検索をされるんだろうと。ユーザーというか、まあ国民ですね。国民はどのタイミングで検索をするんだろうと。そういう目線でキーワードをどんどん探していくといいです。ということで、経済カテゴリーは今日あんまりないですね。今時点のトピック一覧としては。で、エンタメ欄に関しては、まあちょっとあれこれニュースはあるのでやってみてもいいかなっていう気はするんですけど、まあ、個人的には結婚とか交際報道って全然興味がないので、できればあんまり触れたくないっていうところがあって、まあ例えばこのホリプロの創業の堀さんが退任ってあるので、その後任の人に関してどんだけすごい人なのか、どんだけやばい人なのかと、凄まじい人が後任になりましたみたいな感じの記事を書くのは全然ありかなとは思ってます。あと今ここはエンタメのランキングなんですけど、これランキングで一個注意しなきゃいけないことがあって、これちょっとぜひ覚えておいてほしいんですけど、ついついランキング上位だと書けば検索あるっていうふうに思いがちなものの、実はそんなこともなくて、例えばこの3位ですよね、ユイピー30キロ痩せたと、まあ、このニュースが検索需要あるかっていうのは一旦置いておいて、まあ、おそらくないと思うんですけど、この日付ですよね、今この動画撮ってるのが6月18日の、まあ、5時過ぎなんですよ。で、これって昨日の10時じゃないですか。6月17日の10時っていうのは昨夜のニュースなんですよね。で、そうした場合に、もしこのニュースが割とスピード勝負な話題だった場合に、18時間ぐらい経ってるので結構勝ちづらいんですよね。なのでこのランキングに載ってるっていうことは、もともとヤフーにこうピッと速報で出て、そこからいろんな人が注目をして、そのアクセスをして
で、その中で初めてランキングに上位に行くわけですよね。なので見方を変えると結構ピークを過ぎていたりするんですよ。ピークが来たからランキング上位に上がるので、その後にピークが過ぎる段階から記事を書き始めても結構厳しかったりするんですよ。パッとこのニュースを見た瞬間に30分とか1時間でパパッと記事を書いて、その空いてるところに投稿できるのであればいいんですけど、多分それできるまではちょっと慣れが必要なので、そういう意味では速報だったり比較的表に出たばっかりのニュースを見て、これからこの記事はランキングの上位に上がるかなと、そういう目線でネタを探すと見つかりやすいです。まあ見つかりやすいというか、ピークを逃しづらいですね。まあ、これって Google トレンドでも同じなんですけど、 Google トレンド1位2位3位のキーワードで記事を書けばこう当たるかって言ったら全然そんなこともなくて、自分の書いた記事、まあ要するに狙ったキーワードですよね。その狙ったキーワードが半日後とか翌日にこう Google トレンドに乗ってくるとか、 Yahoo ニュースで上位に上がってくるとか、そういう流れが理想です。なのでブログネタを探すときには、この記事のピークっていつだろうと、ピークはもう過ぎてしまってるのか、それともまだピークは過ぎてなくてこれから来るのか、それともそもそもピークが来るほどの話題ではないか、そういうふうに考えていくと検索の波っていうのをうまく捉えられます。で、そのピークあるなしとかっていうのも考えながらも、今後1週間後とか、まあ翌日でもいいんですけど1ヶ月後とかにまた同じような内容のニュースが載るかなと、ヤフーに。そうしたらまたピークが来るわけなので、事前に記事を仕込んでおいても上位表示さえできればまたそのピークは自動的に捉えられると、そういう目線で見ていくと、たくさんニュースがある中でもどれにすべきかっていうのがだんだん見えてきます。なので今日ちょっとあれこれ話をしたんですけども、検索需要を考えていつ検索をされるのか、で検索をする動機ってどうしてあるんだろうと、どうしてどこにあるんだろうと、そういうような目線で考えていくといいです。今日はですね、まあ、最近結構見つかりづらい Yahoo ニュースで探していったんですけど、まあ、基本的には Yahoo ニュースとライブドア、この2個でいいと思ってます。個人的には全然この2個でも見つかるので、むしろいろんなサイトを巡回しちゃうと多分止まんなくなるんですよ。ABCDEF ってこう例えば6つのサイトを見ていった時に、サイト F まで見たんだけれども全然いいネタがないと。でその時にはもうすでに30分とか1時間ぐらい経っていて、そうすると何を思うかっていうと、じゃあサイト A に戻ればまた新しい速報系があるんじゃないかと思って A に行くんですよね。でなくてまた BCDE ってこう進んでいって悪循環になるんですよ。なので Yahoo かライブドアとサイト A かサイト B どっちかで絶対に決めようというふうにある程度決めて、30分以内にも決めるというふうにルールを作って自分を縛ってやっていくと結構前に進みます。まあ、ちょっとこれは急にやろうと思ってもできないかもしれないんですけど、やっぱりそうやって自分を縛りながら意識をすると改善はしていくので、ぜひそういった目線で、まあ、今日ちょっと話をした内容とともに実践をしてもらえればと思います。ということで今回の動画は以上になります。ブログに関してはぜひ他の動画もご視聴いただければと思います。またチャンネル登録等もよろしくお願いいたします。今後も動画はどんどん作っていきます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。